はい、6周年記念スカウトラブ編グループ B ということで、はい、今週もやってまいりました。はい、毎週スカウトチャレンジです。はい、で前回はね、H さんは無事にね、はい、2枚お迎えできたので、まあ、今週はね、真白くんのターンということで、はい、今回もちょっと真白くんがね出るまで回したいと思います。はいいやマジでやばい。いやでもね、いや楽しいよね。いやこんなにねガチャ引けるのはねやっぱ楽しいな楽しいな。あ、そう、その前にねちょっとあの今日はあのレオのお誕生日ということで、まだちょっと優勝ダイヤね回してなかったんで、ちょっとお祝いします。レオお誕生日おめでとう。はい、ということで、もうなんかね最近ね星5をねちょっと見ないんですよね。一時期ね優勝単発ね結構星5を来てくれたね時があって、ちょっとそのしわ寄せが今来てるみたいな感じなんですけれども、じゃあねちょっとあの引く前にねちょっとあの出現カードを見ていきたいと思います。はい、ということで今回は、この5人ですね。はい、ホッケと、いやみんな顔がいいなぁ、アイラくんと、そしてこのマシロくん。いや私さマジでこのマシロくんの顔がすごい好きっていうか、私元からマシロくんのねお顔がすごい好きで、いやだから推しっていうのもあるんですけど、なんか見るたびにね、ああ可愛いなって毎回思うんですよね。そう、何なんだろうね、多分ちょっとこの太めの眉もなんかね可愛いし、なんかこのクリクリした目も可愛いしはい、出します。はい、そして、次夏目ですね。はい、夏目、いやいい、なんかなんか夏目もいいなってちょっと最近思ってるんですけどダメだね、あんた続ければ続けるほどねちょっと気になるキャラがねやっぱ増えてくるし、まあママはもう純粋に顔がいいし、はい、という感じでね、はい、頑固さもロック、自分なりのロック、地道こそロック、心強くロック、心に決めたロック。じゃあ私もちょっとロックにね、スカウトを引いていきたいと思います。はい、とりあえず優勝端末、まあ、優勝はねやっぱ出ますね。はい、先週おほら、え、出たでしょ、出たでしょ、え、いやどうしよう、え、マシロくんだったらどうしようやばい。いやなんか、いや私に今ねなんかビビッときたんですよ、ビビッときたんですけど、やばい、かわいい。ということでまさかの、やばい。はい、ということで、今回、無事にね、真白くんお迎えできたということで、10連をね期待されていた皆様、大変申し訳ございません。はい、私ちょっと今回この優勝のみのガチャ動画にさせてください。はい、申し訳ないです。はい、いや私もちょっとね10連だけでもちょっともう一回引こうかなと思ったんだけど、ちょっとやっぱこれ以降あと3週連続ちょっとまたスカウト6周年記念のやつ引かなきゃいけないからちょっとそれがねどのくらいかかってしまうのかちょっとまだわかんないんで、今回はねまあねありがたく真白くんね単発で来てくれたんで、そうですね、また今回みたいにちょっと毎日単発引いてちょっと他の子も狙っていこうかなと、そういう感じでいきたいと思います。はい、真白くんねちょっとやっぱとつりたい気持ちもあるんですが、そうなんですよね、あの共通衣装のね、あのシークレットの今ちょっとファン数、私真白くんのファン数を今重点的に上げてて、そう、ゆずるは終わったんですけど、そうですね、次真白くんかなという感じで、ちょっと地道にちょっとねあの推しのファン数を今貯めてっているんですけど、それで計算したらなんとか手持ちのカードであのシークレットは解放できそうなんで、はいそうだから、まあ、今回まあそう、うん、まあ
ちょっと、まあ、1枚だけでもね、あるだけでも私はねすごい満足なんで、まあ、今回はね、はい、これにて終了。いや、まあ、他のカードも欲しいけど、まあ、ちょっと毎日の優勝にちょっとかけたいと思います。はい、ということで、いや本当にね単発のみで終わってしまって大変申し訳ありませんでした。はい、まだ私無料10連チケットすごい今引きたいんですけど、まだちょっと引いてなくて我慢してて、そう、あと星5確定とかね、はい、それの後でガチャ動画配信みたいなのね、前みたいにまたちょっとしようかなって思ってますので、はい、無料60連のやつとか、あとさ、ベーシックのストーリー読んだ時になんかチケットもらえたやつ、過去のベーシックのその新書に入る前のガチャが引けるチケットもたんまりあるので、ちょっとそれも一緒に回そうかなと。そう、アンスタのね、6年間の思い出を語りながらちょっと回そうかなと思ってますので、はい、ちょっとそちらもね、もしお時間があれば、はい、来てくださればなと、はい、思います。今日か明日しようかなと思ってますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、真白くん来てくれて本当にありがとう。